本日2022年の11月の19日土曜日でございます。いい天気ですね。あそこに見えますのが福知山城でございます。今日はですね、福知山市、京都府の福知山市に来ています。どっかでお昼ご飯食べようかなと思って、ショップリストっていうのがありましてですね、こんなおしゃれなお店がいっぱいありますね。どこで食べようかな。まあ食べる前になんですけど、ちょっとね、一つ気になってるとこがあって、あそこね、工事中なんですよ。皆さんね、ご存知かどうかわかんないですけど、福知山にはね、ポッポランドっていうのがあるんですよ。ポッポランドの1号館と2号館があって、実はもう1号館は長い間閉まってて、それの移転先の工事中なんですよね。これですね、おそらくなんですけど、おそらくここがポッポランド1号館の今現在移転工事中ですね。あれ、これどうなってんのやろう。あ、そうか、あの橋渡ろう思ったらこっち側から行かなあかんのですね。で、工事のね、案内があそこに書いてます。ちょっとね、アップで撮らないと車も通るんで見えないですかね。福知山町発注工事のお知らせ、この工事は鉄道館ポッポランドの新築工事ですということで、こちらがですね、やはりポッポランド1号館になるようでございます。近づいてきましたら、この工事の平面図がありますね。イメージパース、こんなんなんですね。めちゃくちゃ綺麗なんなるんや。あ、キッズスペースとかもできるんですって。鉄道の街タッチクリエイト、ジオラマ模型もあるんですって。すごいな。これが工事の一応工期が令和5年3月15なんで、来年2023年の春で一旦福知山城と福知山踊り、これですね、福知山城で、せっかくなんで福知山城って書いてます。あの、お城を見に行くというよりもポッポランドの工事中を反対側から見ると、これすごないですか。工事の状況こんな感じですね。職人さんがね、屋根の上登って工事しておられます。さっきね、あの食事の場所見たあっちですね。じゃーん、福知山城、お城です。そして福知山城の後ろにポッポランド1号館です。来年2023年の、ね、夏頃やったと思うんですけどね、オープンするのが。本当楽しみですね。これはですね、観光客の目玉になると思います。だってお城のすぐ横やもんね。はい、ということで以上でございます。ちなみに、あの福知山城公園の駐車場はね、無料なんですけど、めちゃくちゃいっぱいですよ、車。本日11月19日の土曜日なんで余計なんでしょうけどね。お土産屋さんもありますね。おトイレここ、あ、これちゃうわ、これ入り口や。お土産物屋さんの入り口ですね。福知山のお土産物屋さんが結構ね、お土産物屋さんというかお土産が結構ありますね。お守りとかおみくじとかね、まあお城なんで、これ戦国商品とかね、いっぱいありますね。ちなみに現時点ではこちらのお土産物屋さんにポッポランドの商品はないようでございます。来年の夏ぐらいポッポランドが完成したら販売されるかもしれませんね。こんなん喜ばれるんちゃう、買うなら今。武将イラスト大判バスタオルやって、これイケメンですよ。こういうの喜ばれるんですよ。
というそんな感じでございました。ポッポランドね、1号館の移転場所は先ほど確認したんですけど、だいぶ以前に行ったポッポランド2号館でございます。2号館は、今も営業されています。はい、まあ、中はこんな感じで自由に見てくださいっていう、一周できるような感じですかね。で、機関車には上がらないでくださいという表記がなってます。迫力ありますよね。これ個人的には私こういう看板好きですよね。昔こんなんやったよね、昭和の頃はね。新町商店街って読むんですかね、内山の商店街で、このね、この中にポッポランド1号館があったんですよ。ポッポランド1号館の跡地はこれですよ。まだ上に線路がありますね。そう、ここが移転するんです。福知山鉄道館ポッポランドについて、これ昔のご案内ですね。ベンチもありますね。